ジュノーは中規模の太陽系探査を行うニューフロンティア計画の一環として2011年8月5日に打ち上げられた NASA の木星探査機である。当初の打ち上げ予定は2009年6月だったが予算の都合により延期された。2016年7月5日には木星の極軌道への投入に成功した。今後は木星の組成、重力場、磁場、 極付近の磁気圏の詳細な調査を行う予定である。ジュノーには、木星の衛星を発見したことで知られる、イタリアの天文学者、ガリレオ・ガリレンを記念するプレートと、ローマ神話の神ジュピターとその妻ジュノー、及び、ガリレオを模した、レゴ人形3体が搭載されている。ジュノーの飛行経路。ジュノー。 は2005年6月9日にニューホライズンズに続くニューフロンティア計画の一環として採択された木星の探査を行う宇宙探査機である。木星の調査はこれまで多く望まれていたが一度も承認されていなかった。また類似している探査計画も採択されることはなかった。より探査内容が限定された。 内部構造と木製の内部動的進化案のエウロパオービターは2002年に中止された。最大の調査規模であった。このミッションは2000年代初頭に進行中であったが、資金の問題によりエサの IC ムーンズエクスプローラーに変更された。ジュノーは2011年8月5日、アトラス V ロケットで打ち上げられた。2012年8月30日、 地球スイング台へ向けた最初の軌道修正が行われたがエンジンの噴射後に推進材の圧力が想定より高くなるトラブルが発生したため二度目の軌道修正を延期した10日後の同年9月14日に二度目の軌道修正が行われた2013年10月9日ジュノーは地球表面から 558km まで接近しスイングバイで 時速12万6000キロメートルから時速14万キロメートルに加速した。最接近の10分後、ジュノーは何らかの故障を検知して、セーフモードになり10月11日までこの状態が続いたが、軌道の変更自体は成功しジュノーは木星へ向かう軌道に乗った。2016年7月5日に木星を周回する軌道に入った。 53日間の軌道を3度周回し、2016年12月11日にサイエンス軌道と呼ばれる14日間の極軌道に入る予定だった。しかし、ジュノーのメインエンジンに問題があると懸念されたため、12月11日の軌道投入を中止し、ジュノーは木星の探査活動を53日間の軌道上で行うこととなった。今回のミッションは、 木星の起源と進化を明らかにすることで、太陽系の始まりについての理解を深めることが目的とされている。2017年2月18日、NASA はジュノーが同年2月2日に木星の南極上空を通った際に撮影した木星の写真を公開した。ジュノーは木星での37回の集会を終え、2018年2月に終了する予定だったが、 NASA は2021年7月までのジュノーの運用期間延長を承認した。現在、ジュノーには運用終了からデータ解析を含めたミッション終了の2022年までの資金が提供されており、これによってジュノーは主要な科学目的を達成することができる。ジュノーは任務を終えた時意図的に木星の大気圏に突入させ処分することになっている。 これは、ジュノーに付着している地球の微生物を、生命の存在の可能性があると考えられる。エウロパに持ち込み、エウロパの環境を汚染してしまう危険性を排除するためである。ジュノーの主な観測内容は以下である。ジュノーの科学的目標は搭載された9つの観測機器から得る情報によって達成される。ジュノーの観測機器、木星遺伝を調査する。 惑星探査機としては初めて原子力電池ではなく太陽電池パネルで電力を得るシステムを採用した。木星軌道では地球軌道で得られる太陽エネルギーの4%しか得ることができないため3枚の大型の太陽電池パネルを展開して必要な電力を確保する。もし地球軌道で使えば12から1 4ットの電力が得られるが 木星軌道では 486W の発電量となる。レゴフィギュアが木星探査機の乗組員に wiredhttp コロンスラッシュスラッシュ wired.jp スラッシュ二零一一スラッシュ零八スラッシュ零四スラッシュレゴフィギュアが木星探査機の乗組員に2011年11月3日閲覧 AB ジュピターバウンドプローブ エスマニューバー・インディープスペース・ディレイドスペース・コム・ httpww。スペース・ドット・コム。一万七千四百六十ジュのジュピター。スペース・クラフト・エンジン。マヌーバ・ーディレイ・ html。二千十二年九月六日閲覧。ab ジュノ s。二。ディープスペース・マヌーバーズ・アレバック。二。バック・ホーム・ランズ。 NASA,http コロンスラ<タ>ッシュスラ<タ>ッシュ w w w j p l n a s h a g o v スラッシュニューススラッシュニュース .php リリースイコール2012から 291&rn イコールニュース xml&rst イコール35192012<タッ>35年12月24日閲覧 ab, NASA Jupiter Probe Recovers from Earth Flyby Glitch.space.com, http://space.com, w w 23189樹の j ジュ i t e r s ース c e c r a f t g リ i t リ h HTML 2013年10月16日閲覧。探査機ジュノー木星上空に、到達2016年7月5日11時4分。 読売新聞2016年7月5日閲覧、NASA 探査機、ジュノー、木星到達構造や地場観測2016年7月5日12時3分日本経済、新聞2016年7月5日閲覧木星の、南極上空から見た嵐、無人探査機、ジュノーが撮影 AFP2017 年2月19日、閲覧、NASA リプランズジュノー S。 ジュピターミッション NASA2020 年10月25日、閲覧、ジュノスリングショットパスト、アースオンイッツウェイツージュピター。i o オアナウ、H T T P、n o w HTTPNOW, ウヨアエドゥー、2013、09、ジュノスリングショットパスト、アースイッツウェイ、ジュピター2014年2月11日閲覧。松村武博木星とガニメデに大接近。探査機。 ジュノーの撮影データを利用した衝撃的な再現映像。空へ宇宙へのポータルサイト。2021年9月24日閲覧。https://pds.jpl.nasha.gov/.ds-viw/.pds/.viwmissionprofile.jsp ミッション。 ネームイコールジュノ、松村武博 NASA が火星と木星で遂行中の探査ミッション2件の延長を発表。空へ宇宙へのポータルサイト。2021年9月24日閲覧。ジュピター・アウェイツ・アライバル・オブ・ジュノ。2020年10月29日閲覧。ジュノ・サイエンス・オブジェクティブズ。 ユニバーシティ・オブ・ウィスコンシン・マディソン。2015年9月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年10月21日閲覧。イオリオ uno,、um of Jupiter and ens, Effect, New 15, ・エ L、ジュノ、ザンギュラー・モメンタム・オブ・ジュピター・ザ・レンズ、ティアリング・エフェクト。ニュー・アストロノミー15、554-560、アーカイブ。 812.1485ビブコード2010ネワ15 554アイドイ10.1016ーヌースト2010.01004ヘルド R ア,アンダーソン JD シューベルト G スティーブンソン DJ ジュピター S モーメントオブイナーシャ A ポッシブルディターミネーションバイジュノイカルス216 四百四十四百四十八アーカイブ千百九点一六二七ビブコード二千十一アイコール二百十六四百四十一度位十点一零一六 j イカルス二千十一点零九零一六イオリオ la ポッシブルニューテストオブジェネラルリラティビティウィズジュノクラシカル＆クアンタムグラビティ三十十九万五千十一アーカイブ。 1302.6920ビブコード2013くグラ、30s5011 アイドイ10.1088 0264から9381 30 19 15011ジュピターオービットインサーション NASA 2020年10月25日閲覧ウラートラスブイローンチーズ NASA S ジュノーンエーパス2ジュピター nasaspaceflight.com http://nasaspaceflight.com w w w 2011-08ウラ・アトラスブ・ナーシャ・ジュノ・ジュピター2014年2月11日閲覧ジュノ・スペースクラフト・インフォメーシ、e、ョン spaceflight101.com http://www. スペースフライト1 0 1 c o m 字のスペースクラフトインフォメーション HTML 2014年2月11日閲覧。ラディエーションレッスンズランド。 エサ。http sci.esa.int science-e www スラッシュオブジェ .cfm ファブジェクテッドイコール4 6 3 6 2 0 1 4年2月11日閲覧ありがとうございます